夏だから。ザザンザザンザザザザザザザン。いやちょっとさ、今日は、はい、呼び出されちゃった。え、誰にすか。ほら、けじめをつけようと思って。けじめ、そう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 。俺といえばほら、けじめじゃん、はい、はい、けじめと因縁と生産といえばファン中村だから。今日行くところはさ、記者会見でさ、とある人間にちょっと因縁ができてさ、まあ、けじめというか、はい、あのなんかさ、基本喋るときさ、カットするのを想定して喋るじゃん、はい、それを想定して喋るから、そのつもりで記者会見喋ってたら、やっぱ俺も自分で気づいたけど、長えよと思って、はい、そうそう、ほら、そう、長えよって注意されちゃった人いたじゃん。ああ、まさか。そうそうそう、まさかの、そうそうそう、今日は、今日はそこに、まあ、要はけじめをつけに来たけじめつけに来た。そう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 。で、俺さ、はい、今日、隙があったらさ、はい、いきなりハイキックか、はい、いきなりあのストレートパンチを出して、はい、あの避ける、一流へ避けれるかどうかっていうのをちょっと試しにやってみるかなと思うんだけど。いや、まずいんじゃないですか、さすがに。それはえ、いきなり、いきなりブーンってやるんだよ。いきなりブーンか、いきなりバーンって蹴るんだよ。中村のさ、この運動神経を、はいはい、多分一流だから、はい、スッてこうさ、分かる？いや、いくら大スターでも、サングラスならスッてそんなかっこよくいくよ。もしくは、こうやるのがスッて、ジョジョみたいじゃないですか。そうそう、こう俺がいけんハイキックを出すと、はい、多分彼とかはけじめをつけるときにスッてこう、ドラパンチをストレート出したらスッとこうさ、はい、もしくは合いの手でこうクロスを入れられる、ブーンって来られるんじゃないかと思うけど、はい、ほら今ちょっと試合勝って調子に乗っちゃったから俺、はい、だからもしかしたらそういうのをやるかもしれないけど大丈夫かな。いや、まずいっすよ、さすがに。それはまずい、怒るんじゃないですか。さすがにまずいから避けられますかね。さすがにまずいし、俺も死ぬ気、はい、死ぬかもしれない、ちょっと恐怖心もあるよ。そうっすよ、うん、カウンター食らっちゃいますね。さすがにカウンターはちょっと、はい、しかも素手だからね、やばいっすよね。でもまあちょっとそういうのもやってみたいなってちょっと思ってる。はいはいはい、まあ、ちょっと隙があったらどうなんだよな。そうですね、隙があれば、隙があれば行く、はい、投げようなんて言われちゃってますからね。あ、話投げんだよ、はい、俺だんだん小言じじいだからさ、小言の中村だから。小言の中村。まあでも対談にしとくか。んじゃん、そうですね、勘弁してやるか。しょうがない、勘弁しちゃう、しょうがないから、勘弁してやるか。はい、な、中村な、はい、そうだそうだ、勘弁してやるよ。勘弁の中村だ、勘弁の中村ですね、うん、今日。まあそんな感じで今これからやってくるから。はい、じゃあ、ちょっと例のあの人の、うん、はい、ちょっと行きましょう。はい、え、これから中村 TV の中村がお送りします。まあ、僕がちょっと逆に聞きたかった点をここから聞こうと思うんですけど、まあ、僕のさっき男泣きの話をしていただいたじゃないですか。はい、所詮俺レベルでも別に本当に演じたわけじゃなく出てきちゃったんですよ、涙が。はい、で、みくるくんとか、まあ、もちろんゆうごさんもそうなんですけど、やっぱその立つべくところに立った人たちってやっぱ背負ってるものが気づかずして多いし、もちろん泣いてる場合じゃないし、そんなところを見せるわけにいかないってことが多いと思うんですけど、はい、そういうのってやっぱ感覚的にもう超えてこのスタイルでいられるのか、分かっちゃいるけど分からないふりをしてるのか、どんなマインドなのかなって、自分がそのあのステージでそう思った時にどうなのかなって思って、うん、僕はなんか別に涙系ではなかったんだけど、例えば去年の大晦日とかは一度負けた相手にリベンジしてしたんですよ、うん、でこれで負けたら本当に引退だなと思ってたんで、うんうんうん、結構プレッシャーはとてもあったし、なんか燃え尽き症候群みたいになりましたね。その涙とか出るわけじゃないけど、それ全部やる気なくなっちゃって終わった後1ヶ月ぐらい全然やる気が起きなかったっすな。YouTube でも撮るのもなんか、ああ少し期間が空いちゃったんですね、その時は。そうですね。あ、メイウェザーの時はそうでもなかったですか。メイウェザーはなかったっすね、そんなことは。あ、ないんだ。ただ初めての KO 負けなんで。ああ、そう、俺初めてだな。こんなに頭痛いんだっていうのは。今でもまだちょっと寝ると痛いんですよね。横になると痛くなるんですよ。あ、痛い、はい、だから結構枕高くしないと平行にしてると頭痛くなってくるんで、今枕2つ重ねて寝てるんですよ、毎日。はい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 。それでも異常はないですよね。いや、昨日それこそ3回目の検査をしとくね、はい、入って、まあ、1週間後ぐらい出て、あ、またこれから出て、まあ、一応その感じ的にはめっちゃ大きなこう出血とかはないって言われたんで、はいはいはい、まあ、今からこう医者、お医者さんが見て、うんうんうん、判断すると思うんですけど。ああ、なるほど。まあね、その戦いに関してのその背負ってるものもあるけれども、経営者としても背負ってるじゃないですか、はい、結局会社を十何個とかやられてたりとか、はいはい、そういう意味でも背負ってるっていう感覚って
あるかなっていうのをちょっと聞きたくて。しょってるっていう感覚、生活もあるわけじゃないですか、従業員も。そうそう、メンバーとかに関してはずっと思ってましたね。はいはい、読んだんで、例えばタクマとかは、うん、その読んだ時に自分でやったらアパレルブランドを手伝ってもらったり読んだんで、 YouTube もまだ始めてなくて、うんうん、そんなに収入源がなかったから、うん、なんかツタヤでバイトするとか言ってて、そうなんです、最初はそのために YouTube 始めたみたいなとこあって、はいはいはい、で、まあ、だんだんこう仲間が増えてって、うんうん、YouTube ってもうみんな再生すぐ押したりするじゃないですか、うん、だから常に考えてましたね、こう再生落とさないように。そこのそういうのなんかしょってるという表現になるかわからないけど近い感覚はあったと。はあります。はい。もちろん今でもある。今でもありますね。やっぱあるんだ。ここまで大きくなってもあるんですね。まあ、今は結構いけるなとは思ってるんですよ。うん、自信もあるし。はいはいはい。だけど、まあ、YouTube 自体僕多分あと2年3年でやめたい。うん、なんかそういうワード出てますよね。実際。その後の人生。の準備をして準備をしてほしいです。欲しいと思うんです。ああ、一人一人ね、はい。もちろんその YouTube のメンバーに関しても。ああ、それでそういうワードが出てるんですね。そうですね。なるほど。ただ意外に全員目指したがり屋じゃないんですよ、ブランドしてるって。確かにそう言われてみると。僕レペゼン見てるから近くで全然違う全然違う。YouTuber ってみんな基本的に有名になりたい人が多いんですよ。そうですね。目指したがり屋は。僕たち結構真逆で。みんなこう人混み好きじゃないし、人前に立つの好きじゃないだろう。穏やかですもんね。はい。出したらいいですか。あ、でも実際は陰キャっすね。陰キャっすか。うん、こんなこと言うのあれですけど、でも実際はやっぱ家とかだとやっぱ一人でいる方が好きだし、ね、一緒っすね。あんまり喋りたくないし、電話とかも出たくないし、できれば、うん、あ、一緒なんですね。そうだけど、まあ一歩そのステージがあると言ったら失礼ですけど、まあそうなった時はもう全力で自分っていうものは一回消して、ギアを一気に変えてるってところ、正直あります。僕渋谷とか大嫌いなんで。あ、そうなんですか。人混みと多いとか頑張って行ってました、はい、僕まだ今絶賛45歳、小言じじいが頑張ってやってますから。本当に陰キャですよ多分。あ、そう僕らで。そうだから実はその、ね、この対談で僕多分一番聞きたかったことなんだよな。もうこんだけでかくなられてらっしゃるけど、僕からしたら僕の経験でいく30代に経験したことが少しリンクしてる、ちょっと似てるっていうのもちょっと失礼なんですけど、なんか味わったことがこれから待ってそうな景色を感じてて、何かっていうと、僕が実際30代に経験したことが、その裸の王様になったことがすごくあって、うん、これだけ権限を持ってこれだけ結果を残されると、周りの、まあ、もっと上の方たちですら、権力持った方たちもみんなイエスマンになるじゃないですか。そのイエスマンっていうことが、僕もそれで最後丸裸にされたことがあって、うん、国税局にも入られたことあるんですけど、何にもなくなっちゃったことがあって、うん、別にそうなるよって意味じゃなく、はい、このまだ30ですよね、はい、30にしてこれだけのいろんなものを掴んで、周りがほぼどれだけの偉そうな人もみんなミクルさんミクルさんって来るじゃないですか、はい、僕はそういう時ちょっと怖かったから、そういうことってあるかなっていうか。いや全然ないですね。たくさんの視聴者がいるんで、イエスマンがいないんですよ。ああ、そういうことか。常に自分の、あ、ちゃんとそこを注意されるかところも取ってあると。僕は全部のコメント読む男なんで。ああ、そうなんだ。だからそのコメントを一切見ないよってなっちゃう、多分本当になり得ますよね。なり得ますけど、全部コメント見るタイプだから。ああ、だから現実から現実のレベルにいつも話を戻すんですね。はい、てか自分等身大の自分が見れてます。はいはいはい、はい、だからまあ大丈夫だと。ああ、なるほど。近くいれば近い方たちはミクルさんミクルさんってなるじゃないですか。でもそんな感じになってないですけど、ね、あ、なってないんだ、はい、じゃあそこのこの振る舞いもうまいってことですね、多分ね。僕はちょっとで、ね、天狗になっちゃった時があったんですよ。そしたら一発で、あの、本当に身ぐるみ剥がれてこういうことされたことがあったから、うん、天狗になってる感はないですね。あ、天狗にはなってるとは思ってないんですけど、はい、そういうことが起きえることがあるかなって。結構他の YouTuber とかで成功された方とかでも一回そういうのを味わうケースって結構多くないですか。ちょっとそういうリスクって結構高まるなというか、まあ、成功者はみんなそうですよね、うん、だけど僕は逆にこうたくさんの人に見られてるから、うん、それが逆にありがたいなと思って。あ、パワーの方に変えれてるんですね。そうですね。あ、なるほど。ちょっとそこをね、一番ちょっと実は聞いてみたくて、ちょっとその話は一旦そこで終わらせてもらうと、はい、ミクル君は、まあ、ある意味スペシャルの戦うってことへのものを一個持ってるじゃないですか、はい、もちろん経営って部分でのスペシャルにもなってるし、これ
レペゼの社長が言ってたワードで僕もちょっとリンクする部分があって、僕別にスペシャルじゃないんですよ、何も。格闘家のようで格闘家じゃないし、歌も出してるけど別に歌手じゃないし、喋りに関しても別に芸人さんでもないし、スペシャルじゃないからこそ何でも望まれたことを必死にやることでスペシャルを超えれるっていうことがあるのかなって今僕も思っていく、この YouTube 活動をやらせてもらってて、そういう僕のやり方ってありかなって思ってもらえますかねっていうのをちょっと聞きたくて。スペシャルってどういうことですか、そのトップってジャイアントダメってますか。まあ例えば野球やるならプロ野球選手、格闘家だったら、まあ、格闘技のそういう主たる大会に出てって初めて格闘家って名乗れるのかとか。バウンさんは結構スペシャルな部分があって、あ、引きつける能力があるんですよね、その人を。要するに変わり者なんですよ。普通の人より変わってる人って気になるんですよ、みんな。あ、そういった点でなんかやっぱ違うものを持ってますね、明らかにスペシャルな。だからこんだけ数字も持ってるし、栗田さんも一緒です。あ、やっぱり。でも僕も一緒ですね。だから YouTuber の方が変わった人の方が評価されるとか気になるから、数字がこう高くて、バラエティとかは空気読めて同調できる人の方がたくさん使われます、ね。うん、ああそうか、その上の人にもへつらえたりとかちゃんと。僕とかバラエティは合わないんで。確かに。テレビやったら合わないから、その基本的に出てないんですけど。こびてないですもんね。はい、面白くないですもんね、そのこびてないと。はいはいはい。それ確かに確かに。そうか。どういう目線なんですね。言葉にしてもらえたことが今初めてなんで、はい、そうやって言ってもらえたことが。なんでそうは言ってもこうやってそう数字に慣れてるか自分でも分かってなくて、ただ一生懸命スペシャルじゃないことだけど頑張ってるから、そこに響いてるのかなって勝手に思ってたんですけど。いや、変わってる。要はそこのスペシャルってことなんだ。だからそのままでいた方がいいですね。あ、でもこの言葉結構多分見てる先の人多分響く人多いと思うんだよな。多分 YouTube をこれから始めようとか。いや、本当にそうで。今伸び悩んでる人とか。だから日本のこう文化じゃないけど、うん、その人と違うことはこう笑われたりする、はい、そうそうそう、そういう世界なんですけど、はい、例えばアメリカとかって変わってる人とか、うん、評価される、天才とか主張できる人間の方がとか、それがこうだんだんいい方向に変わってきてるから、うん、変わってることをこう恥ずかしいと思わない方がいいと思いますよね。それがうまくフィットして数字みたいなものが生まれてる可能性なんじゃあると思うし。そうですね。なるほど。僕は人と違う方が面白いことだと思う。あ、それで面白いって思ってもらえたわけだから、そこは素直にやっぱ嬉しいです。僕ですらその競技では全然世界には及ばなかったり、中途半端なんですけど、ただこう変わってるっていうか、そういう部分でなんかこう惹かれるものがあるじゃないですかね。だから一緒ですよね。ああ、そうですね、はい、ちょっとあれだな、勇気出たな。やれる気がしてきたのなんか。はい、まあ、このままでいいんだなってことがちょっと改めて確認できたなっていうのが僕としては嬉しい話 で皆さんもそう思ってくれます。はい、本当ですか。すごい変わり者だと思います。あ、思います。普通ではないですよね、もう完全に。いや、そうですか。まあ普通がちょっと普通、分かんないですけど、ワードセンスなんかなんて言うんだろうね、うん、こう間とか、うん、落ち着き感とかなんかちょっと違いますよね、うん、あ、そうですか。全てを経験してきたんじゃないかぐらい落ち着いてます、ね。あ、でもただね、そう、この仮面上で言えないことなんてやっぱり本当にたくさんあって、もちろんあの悪い話は言えないですよ、申し訳ないけど、まあ、みんな持ってますよ。そうなんですよ、言えないことも本当にいっぱいあるし、思い出したくもないこともいっぱいあるし、そうですね、そういうことを含めるとなんか変わってるんですよね。まあ、間とかは、まあ、僕普段もこんな感じなんで、そこはそう、そこは作ってないですよね。喋り方とかテンションとかはこのままなんですけど、なんかね、いいっすよね、ワードセンスがね。そうですか、ありがとうございます。もうでも初めて俺話できたんで、ちょっと僕もどんな方かがようやく分かったというか。ああ、そうですか。そうそう、純子は仲いいってイメージだったんで、うん、まあ仲良くさせてもらってますね。そうそう、でもあれっすね、ゆうごさん負けちゃったから、いや、代表戦で僕たち戦わないといけない。今日本当ね、これいいから言っちゃって、本当出会い頭ハイキックしようかパンチしようかと思ったんだけど、あのちょっとね、やっぱ通用しないなって気分が察したんで、俺の方でやめときました。ガチでいきなり殴ったら一流避けれるのかなってのちょっと試そうと思ったんだけど、やっぱね、やめといてるから。でも代表戦は無理っすよ、だから俺はもう。その時記者会見言ってたじゃないですか。俺あの後確認しましたもんね、運営に。あれって俺のことじゃないですよねって。溝口さんにも聞きましたよ、あれ俺のことじゃないですよねって。違うと思いますよってみんな言ってくれ、よかったよかったと思って。
ダメですよ、そんな勝てるわけないじゃないですか。あんたでもいいよ。いや今俺も出そうかなと思ったけど、なんかそういう顔してそっちの方だと見てたけど、いやそれは違う、現実、そこは俺冷静ですから、冷静の中村ですから、ダメですよ。でもなんか、そうですね、一度、その、チームの皆さんとでもいいですし、なんかそういう体を動かすこともやらせていただけたら、カレースパーリングとか出ますか？あ、でいいんですよ。あのなんかもし教えていただける部分なんかもあったらありがたいし、もちろんブレイキングダウンで頑張っていく上ででもいいんだけど、はい、そういう意味でも含めてなんかあのため池でしたっけ？あ、そうですね。あの、はい、もし OK なところがもしあったらそういうのもぜひ一度、はい、なんか古文連れてこいっていうならそういうのを連れてきてもいいし、あのもし皆さんが体一緒に動かせるっていうのは、まあ、僕一人で全然いいんですけど、もうちょっと先になるかもしれないです。あ、もちろん全然急ぎじゃなくて、はい、まあ、全くあの全然いろいろなけじめをつけてからで結構なんで、僕自身も、はい、けじめ好きっすね。けじめ好きなんですよ。けじめってどういう意味で使ってますか？ちょっとなんか意味が違う気がする。そうそうそう、あのなんだろうな。あ、今のはちょっと純子の話なんですけど、はいはい、それを終わらせてからって今、あ、そう、でもけじめの、そう、基準はあの結構浅いですよ、僕の場合は。ですよね、結構たくさん使うなと思って。あの、とりあえずって意味でけじめっていうのとりあえずけじめつけるそう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 して、これとりあえずけじめをさって言いながらエレベーター今一緒に登ってきたぐらいなんで、まあ、そんな感じですよね。そう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 やめたほうがいいです。本当に、なんかもう、極道の人が使うのかな。でも、それだったら漫画って使う方があれですけど、純子たちが言ってる。笑っちゃうようなあれで喧嘩してるってのは、本当、笑っちゃうよ、一生漫画にしちゃうよ。漫画にしちゃうよって言われたもん、日本中の人あんま分かってないですよ、多分ね。はい。漫画にしちゃうよ。そう、あれおかしいです、あれだから。あれは俺ちょっと言って、まあちょっと僕からも一回言いますよね。あれじゃ分かんないよ、みんなって。でもそうですね、その使わないはいいですね、あの生産とか、うん、それちょっと、でもまあ、それが変わってるからいいんですか、もしかしたら。ああ、そうなんだ。ちょっとおかしいですよね、やっぱり。言われてみると確かにと思いますね。内容しすぎてる感はあるな。そうそうそう。けじめが軽くなってきてるのはありますね。確かに。確かにそうですね。ちょっとあんま軽くしないようにした方が良さそうですね、確かに。結構使ってるな、本当に。使うよな。めっちゃ使うよな、俺ね。まあでも、一応聞きたかったところは、一番のところもちょっと聞けたんで。でもやっぱ、それが、逆に言うと、この見てる先の方たちも悩んでる場所だったりするだろうし、みくるくんが話すこととかは、影響力が半端ないし、まあ僕は僕で、僕の話すことから何かその、マインドをポジティブに持ってってくれる人が、そういうのはすごく響いてるなって思うんで、この活動も頑張ろうって今思えてて。それで勇気をもらえてる人が本当にいるんだってことを痛感できたから。同世代の視聴者多いですよ、多分。あ、多いです。僕はめっちゃ多いです、はい、50代、60代ぐらいの方まで。だから、ウリタさんもそうし、ユーゴさんもそうですし、うんうん、まあ、アウトサイダーの、ね、人たちも結構もう40近い人たちも多いですから、うん、そうですね、はい、結構なんかこう響いてる人多かったです、コメント欄でも。あ、本当ですか。あ、ウリタさん見てくれてるんですか。そう、アウトサイダーの人たちと対談したもんですよね。ああ、はいはいはい。その試合終わった瞬間、ああ、そうなんですね。コメントとかでも、あ、やっぱそういうの響いてる。やっぱ響いてる。輝いててかっこいいなみたいな、こう挑戦してることが。古き良き時代じゃないけど、その当時の気持ちを思い出すみたいな。うん、僕あの鈴木雅之に似てるなんて言われて。最初格闘家の秋山さんって言ってたじゃないですか。そう言ってたんだけど、だんだん時を経ていくうちに、そっとラッツァンドスターって言われて。そうなんですよ。あ、そうなんですよ。だから歌なんですか。そうそう、歌だしたんですよ。それの期待に応えて、その60代とか50代の人がなんかスナックとかで歌えるような、そういう曲を作ったんですけど、でしかもあれですよ、オリコンチャート2位ですからね。日本の iTunes ストアで10月のこの間29日に出したんですけど、1日でね、iTunes ストア、オリコン2位ですからね。すごい。ダサいっすね。マジで。すごいですか。そうなんですよ。むしろちょっと触り流して感想聞いてもいいですか。いいですか。あ、流してやるでしょ。何万円みたい。これこれ。変わりますね。ちょっと上にこれ。ブルー変わるんですよ。僕は変わるんですよ。めっちゃ変わるんですよ。そうずっと夏だから。そう、ずっと夏だから。確かに、カラオケ、スナックとかあったら、ね、そう酔っ払ったおっちゃんが、なんか昔の自分たちの過去の生産というか、また生産する。けじめというか、
逮捕もされたし悪いこともしたし嫁もぶん殴ったりしたけど、でみんなに出てかれて枕一人で寝てたり泣いてきながら寝たりするけど、でも俺たちはまさしくリクル君が言った通り今ちゃんとしてればいいじゃんって言ってくれる、そのずっと夏だからっていう意味の歌を作らせてもらったんですよ。まあ、それは生産とかけじめって箇所入ってない？ここ入ってないですね。よかった、ここは入れましょうね。まあ次はけじめと生産っていうけじめ、またそれなんか長渕剛みたいな。けじめと生産といいね。それ3個作りましょう、ね、その3つの。めっちゃ面白いですけど、そしたら MV 出てくださいよ。そしたら MV は MV は古田さんと撮った方がいいですから、ね、夕日をバックに、ね、そうそう、3名2人で、そうそう、それは多分1位いきます。参ったな、それ結局そこやり続けなきゃならないじゃないですか。そうそうそう、まあでも そんな感じでね、古田さんも歌出してるから、あ、そう、2人で作って、あ、そうか、それも面白いから、めっちゃいい、いくんじゃないですか。はい、まずい、そうそう、めっちゃまずい。僕の歌もあれが結構売れてるんですか？あ、まあやっぱ結果合ってるんだ。あれもう一応うまい。俺もやっぱ声変わって、俺もたまに聞きますし、自分のこう TikTok とかああいうのにどんどん使いますからね。あ、本当ですか？はい、使ってますね。でもそういうこともやるじゃないですか、はい、俺は格闘家だからっていうスタンスじゃないから。あ、そうですね。そう、だからそういうところ大好きですよ、だから俺は。はい、まあそれが嫌いな人もいますけどね。あ、僕はなんか自分が好きなことやりたいと思って、制限されたくないんで。そういうところも込みで、まあ毛並みが一緒と言っていただけるかわかんないけど、でもまあ何かお話ししたらきっと合いそうだなって思うことも結構あるんで、はい、またなんかよかったら皆さん、はい、よろしくお願いします。はい、遊んでください。遊んでくださいって大変ですけど、気楽に呼んでいただけたら。普段でも東京に住んでないですよね。あ、そう、山梨なんですよ。そこにやっぱお店があって、普段はね、作業着着て日焼けの機械をこう直してたりとか、結構埃だらけだとか、そんな感じの生活してるんですよ。あ、そうです。別にあのこんな格好してるわけじゃなくて、自転車で行動して機械が何十台もあるんで、それの修理だけでももうほとんどの生活の時間が取られちゃうぐらい。でも山梨にいるんで、でその活動ごとに来てるんで、でも気楽に前の日ぐらいで言ってくれれば、あの僕はどんな動きでも、もしよかったらなんか別に YouTube とかだけにこだわらなくても結構なんで、はい、数字になりそうなことは結構ですけどね。まあ数字とか嫌いじゃないからね。はい、けじめ系の仕事があった。けじめ系けじめ系の仕事があったりってことで、そんな感じですかね。はい、じゃあありがとうございました。ちょっと長々しくいろんな話させてもらって、でも、はい、初めて話してよかったです。この感じがまずそもそもまずちょっと特殊なんで、あのきっと、はい、あの皆さんには楽しんで聞いてもらえると思うんで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、どうも。